20年ほど前、俺が実際に体験した未だに信じられない話を書こうと思います。というのも、俺の周りに超常現象的なものに詳しい人物が全くいないので、今から書く実際に体験した出来事を一体どう解釈したらいいかわからないからです。大学生の頃、俺は本当にどうでもいい日々を送っていた。夢も目標もなく、部活やゼミやサークルにも所属せず、ただひたすら漫然とすごく惰性な生活。やることといえば、そんな俺と同じような目的のない仲間、KとSとドライブすることだったが、それも次第に飽きて、どうせドライブするなら廃道を探検しようと、誰ともなく言い出した。廃道とは、使われなくなった道路や閉鎖された道路のことを指すらしいが、俺たちはあくまで車で行ける範囲でしか行きたくなかったので、閉鎖された道路というよりは、大きい道路ができたために使われなくなった道路とか、どこに繋がってるのかわからないような細い脇道を、Kの所有するジムニーでドライブするだけのものだった。飽きっぽくてやる気もない俺たちだが、これはとても楽しくて飽きなかった。廃道が見せる非日常的な空間が、俺たちの気質にあったのかもしれない。ある日、Kが、いい場所を見つけたんだよ。今から行ってみないか?と言ってきた。新しい廃道探検のスポットを見つけたということだ。午後2時過ぎだったが、何の予定もない俺とSは、当然今から行こうということになり、Kの車で現場へと向かった。場所は、大学から車で30分くらいの山道をちょっと入ったところにあった。車がよく通る太い道から斜めに細い道が伸びている。その細い道に入ると、地面から雑草が生えていたり、小石や枝は落ちているわで、明らかに誰も利用していない。こんな道があったのかと思いながら進んでいくと、100メートルくらいで、あっさりと行き止まりになってしまった。え?これだけなの?俺とSは思わず不満を漏らしてしまったが、Kはドヤ顔で横を指さした。あれを見てみろよ。見ると、道路の横はずっと土砂崩れ防止のコンクリートの土留めが続いているものだとばかり思っていたのだが、途中でそれが終わり、一部分だけ金網が張られていた。よく見ると、その金網の奥に、さらに道が続いているようだ。ここ入れるぜ。確かに金網は張られているものの、それ自体はただの針金で固定されているだけであり、切ってしまえば簡単に中に入れるようなものだった。そして Kがあらかじめ用意したニッパーで、その針金を切断し、俺たちはジムニーで封鎖された道の奥へと入っていった。正直、悪いことをしているという感覚は全くなかった。金網は戻ってきてから針金でつなぎ直せばいいし、それに、何よりこんな封鎖された道を、車でそう長く行けるはずはないと思ったからだ。さっきの道でさえ草が生え、小石が散乱していたのだ。この道などちょっと進んだだけで、倒木が道を塞いでいて進めなくなるだろう。そう思っていた。ところが、意外にも予想していたような荒れ果てた光景は現れず、なんだったらさっきの道よりも小綺麗なほどだった。俺たちはそのまま車で細い山道を5分ほど慎重に走り続けた。しばらくすると、目の前にトンネルが現れた。トンネルというよりは、下をくぐれるようにアーチ状にくり抜かれたレンガ造りの水道橋といった方がいいかもしれない。奥行きも4、5メートルくらいしかない。幅もジムニーが通るには問題ない広さで、俺たちはそのまま車でそこをくぐった。通り抜けると、道がちょっと荒れ始め、アスファルトの上に石が散乱し始めた。不意に S が声を上げた。おい、ちょっと止めろ。あれ見ろ。S が指を指していたのは車の後方。さっきくぐり抜けたトンネルの方向だったが、
見るとトンネルの出口をまたぐように鳥居が立っていたのだ。神社にあるあの鳥居がトンネルの出入り口に密着するように建てられている。向こう側からは全く見えず、トンネルをくぐると自動的に鳥居も通るようにできてるとしか思えない。なんとなく気味が悪くなった俺たちは戻るかどうかためらったが、とりあえず行けるところまで行こうということになった。そこからさらに500メートルくらい進んだところだろうか。これまでは荒れ果てていたものの、アスファルトが敷かれていた道が境界線を引いたように途切れ、そこからは舗装されていない土の道がずっと続いていた。気味が悪いことに、そのアスファルトと土の道の境界線の両端にちょうど祠みたいなものが2つ設置されていて、それを境に手前がアスファルト、奥が土の道みたいに見えた。この頃になるとこの先に何かあるんじゃないかという期待感と不安とワクワクが入り混じった気持ちになり、引き返そうという気持ちはなくなっていた。幸いにも土の道になってからも道幅は変わらず、木が倒れていて通れないということもなかった。ただ、今思えば車輪の轍が全くなかったことや、封鎖されていた道にしては綺麗すぎることを、その時に気づいておくべきだったのかもしれない。しばらく進むと、今までの山道が嘘だったかのように開けた場所に出た。俺たちの車が進む道以外、左右一面平野しか見えない。田んぼのようにも見えるが、使われている形跡も見当たらない。いつの間にか空も雲一つなく青く澄み渡っているので、思わずその景色の素晴らしさに感動してしまったほどだった。しかし、ふと我に返って思った。一体ここはどこなのだろうか。封鎖された道の奥にあったのだから、廃村か何かか。俺たちが普段生活しているところから、そんなに離れた場所にあるわけじゃないところに、こんなに広々としてきれいな土地があったのかということが、不思議なような驚きのような感じだった。一体この一本道はどこまで続くのだろうか。そう思いかけた頃、道の前方に黒い建物が薄く小さく見えた。近づくにつれ、それはどんどん大きく見えてきて、形をはっきりと表し始めた。どうやらかやぶきの建物のようだ。が、それがただのかやぶきの建物でないことはすぐにわかった。異常に大きいのだ。こんな大きさのかやぶきの建物は見たことがない。学校の体育館くらいの大きさ、いや、それ以上の大きさだろうか。なぜ封鎖された道の奥にこんなに立派な建物が建っているのだろうか。しかも、その建物の前まで到着してわかったことだが、今まで来た道はこの建物へ通じる一本道であり、途中に分岐など一切ないこと。この建物がこの道の終着点になっていたこと。廃村だと思っていたが、それらしき集落もなく、この建物が一つだけあって、今来たこの道は、この建物へ通じるためだけの道だとしか思えないのだ。俺たちは、車を止めて外に降りてみた。なんというか、こんなにすがすがしい気分になるものなのかと思った。空気は澄み、空は雲一つなく青々とし、鳥や風の音も聞こえない。春先のようなちょうどいい気温で、ずっとここにいたいと錯覚しそうになったが、目の前のバカでかいかやぶきの建物がそれを打ち消した。この建物は一体何なのだろうか。かやぶきの建物は手入れをしないと傷んでしまうと聞いたことがあるが、これはそうは見えない。古く全体的に黒ずんだ木造ではあるが、朽ち果てた感じは全くない。誰かが今でも利用しているのだろうか。中見てみるか。
俺が提案すると K はそうしようと乗ってきたが、 S は乗り気ではないらしく、とりあえず建物をぐるっと回ってくるわと言って歩き出してしまった。建物の戸は重かったが、鍵はかかっておらず開けることができた。中を覗いてみると、カビ臭いような古臭いような独特の匂いがする。すいません、誰かいますか？何の返事もない。当然といえば当然だ。やっぱ誰もいないんだなと少し安心した俺と K は中へ入ってみた。薄暗いものの隙間からの光と入り口を開けた光で中の様子がうかがえる。板張りのだだっ広い空間が広がっていた。棚らしきものが壁際に見えるが、何も入ってない。その左側の壁には引き戸があり、その向こうにさらに部屋があるようだが、それ以外は何もなくて、床と壁しかない。上は暗くてよく見えないが、天井裏まで全部吹き抜けているようだ。少し勇気がいったが、その引き戸を開けてみることにした。ここまで来たら調べないと気が済まなくなっていた。すいません、誰もいませんね。と、もう一度確認してから、恐る恐る引き戸を開けると、中が意外にも明るくてぎょっとした。採光窓のようなものが上部に無数設けてあるらしく、入り口側のこちらの空間よりも明るい。しかしその部屋が明るいだけでなく、異常なものであることにすぐに気がついた。まずとにかく広い。まさに体育館くらいの広さがあった。そしてその広い空間の中に、均等に5本、異常に太い柱が地面から天井まで伸びていた。この太さが本当に尋常ではなく、直径3メートルくらいある1本の木の柱で、長さが10メートル以上あるのだ。それが5本。おいおい、こんなでけえ木って日本に存在すんの？ K の言葉ももっともだった。こんな太い柱見たことがない。何の意味があってこんな柱を建てたのか、と周囲を見渡しているときに、K があっと声を上げた。見ると、5本あるうちの真ん中の柱に何か書いてあるお札のようなものが、釘と言っても一般的な頭のある釘ではなく、先の尖ったハサミみたいなやつで打ち付けてあり、それが大量に柱に打ち付けてあった。字は毛筆で、漢字のような記号のようにも見えたが、何と読むのかはわからない。すると K が、何かくっついてるぞ、と言ってきた。よく見ると、確かにお札と釘の間に、何か干からびた塊のようなものも一緒に打ち付けてあった。何が一緒に打ち付けてあるのかな？と、俺と K はほぼ同時に上を向き、ほぼ同時にその答えを目の当たりにした。打ち付けてあったのは、人間の耳だった。おびただしい数の人間の耳が、お札と共に柱に打ち付けてあったのだ。下の方のものは腐り落ちたり干からびたりしてわからなかったが、なぜか上の方に打ち付けてあるものほど新しく、人間の耳だと認識できた。おそらく数は千じゃ聞かなかったと思う。しかも恐ろしいことに、そんなに時間が経っていないように見える耳も、上の方にあるのだ。やべえ！俺と K は、猛ダッシュでその部屋から出て、入ってきた入り口からも出て、建物の外に出た。ここがどういう場所なのかはわからない。しかしやばいことは確かだ。すぐに車で逃げ出したいところだったが、そうだ、S がいない。確か建物の外を回ると言っていた。裏側にいるのかもしれない。俺と K は全力で走り、建物の裏側へ回った。でかい建物なので、回り込むだけでもそこそこ時間がかかった。裏側へ回ると、
そこにエスはいた。いたのだが、様子がおかしい。ぼーっとその場に立ったままだ。そして次の瞬間、俺たちもその場に立ち尽くしてしまった。建物の裏側は、ただひたすら平らな部屋が広がっているだけだった。そしてその部屋に、木で組まれた簡素な台が一列に、等間隔にずっと並べられ、その台の上にろうそくが二三個、こうこうと火をつけて輝いている。それが本当に誇張ではなく、地平線の向こうに霞むまで続いているのだ。なんなんだここ、やべえよ、おい。俺と K の声で我に返ったのか、S がこっちに気づいて寄ってきた。そして俺と K が全く気づかなかったことを指摘してきたのだ。なあ、ここ、太陽ってどこに出てるんだ？太陽？そういえば空は青く澄み渡っていて雲一つない。のに、太陽がどこにも見当たらない。空は明るいのに、空全体が一様に同じ明るさなのだ。なあ、俺は最初から変だと思ってたんだ。静かすぎるだろ。ここに着いてから一度でも鳥とか生き物の声を聞いたか？もっと言えば、ここへ来る途中の道にも草一本も生えてなかっただろ。S はもう半泣きになっている。とにかくここにいてはまずいと、俺と K は S をなだめながら車へと急いだ。途中、建物の入り口がちらっと目に入り、戸が閉まっているようにも見えた。さっき俺と K は戸を開け放ったまま出てきたはずなのだが、しかしその辺ははっきりとは覚えていない。とにかくここを去らねば。K の運転で元来た道を戻り、俺たちはなんとか最初の廃道の入り口までたどり着くことができた。国道に出ると、太陽が西に沈みかけていた。戻ってこれたんだと実感できた。その後、俺にも K にも S にも、霊障とか呪い的な現象は一切起きていない。しかし、あの日体験したことは紛れもなく事実であり、三人とも覚えている。そして後日、例の廃道の入り口の横を通りかかったとき、以前は入れた細い道自体が頑丈なもんで封鎖されていて、完全に通れないようになっていた。もちろん、通れたとしても、もう二度とあの道に入る気はない。